かけのニンニク入れたおこなんです。
はよThank you.
ソースで、ね、
先ほどは大豆あよはい、ミックス焼きそば大です。どうもありがとうございました。
ブランデーで匂い飛ばしてみたいな感じでやってるみたいですね。それで臭みが消えて、そう食べやすいっていう、ね、昔ね、ここの開発がかかる前にね、前に産婦人科があったんですよ。昔ってその鉄分とかその取るのがなかなか難しいって言って、でそこの先生がノルドにレバー食べに行けっていうのがこのパターンやったみたいです、昔の。ほんまにそれ30年前ぐらいの話です。それでなんか人気商品になりましたね、これは。結構こだわってはったお母さん、そのやりたての時ってお好み焼きにマヨネーズとかケチャップとかからしをかけるのがあんまりなかったみたいで、でまあまあそのステーキの鉄板みたいなやつで運んでるから洋風ってなったと思います。